長谷川真「俳句を昔少しばかりやったことがあるのに、いまだに私は俳句がわからない。作家生活に入ってからは、ますます距離を感じた。そのくせ、さすがの私といえども、ある場合には、俳句と、その俳句のなる事情とが、戯曲とか小説とかで、到底企て及ばない光景を描いているのに、頭を下げることが時々ある。 紅葉山人の「演歌療養」を読んで分かったつもりでいたことが実際にッ佐地方を回ってみて語尾を発見して訂正したものがあったその人がその後再びッ佐地方に赴いてゆっくりなく聞いた王々の世間話から帰って語尾として訂正したその訂正にまた語尾を見出したという話を聞いたが私などには到底 そんなな忠実もも正直もない従って他人の苦を分かることはできないものはそのまま素通りしてしまっている。吹き飛ばす石は浅間の野分けかなひばりより上に安らう峠かな荒波や佐渡に横たう天の川旅をしただけの場所のこの句は自己流に介し満足しているが もとよりその「返している」とは勘の働きでそれとは死な違うがおよそ私においては過去も現在もおそらくは将来も頭からしまいまですべてこれ勘の働きに始まり終わるものとし勘の利かなくなった時私の作家生活は死去を告げるものと信じている昔俳句を少しばかりやった時の選択は山本露伴庄司画前 伊藤五春などの書士で、尻馬に乗せてもらった私は、徘徊の本など一冊も読んだことがなく、サルミノ衆というものがあることすら知らなかった。それでも俳句界でちょいちょい入選し、古、岩屋さざ波線で主席に入ったことなどがある。その頃の句で、今わかっているものは次の二句だけだ。船端に、うりただようや、島近し。多祖あるか、 みんなな。寝ている予感かなしかしこんなくめいたものを作る勘は私の言う勘の働きに似て非なもので正しく言えばそういうことは単なる無鉄砲とかズうずしさとかに入るもので正当感ではない。